デイリークイーンのソフトクリームデイリークイーンの店舗ストルフラント・オブ・アモリのエス・チェルシー・ロケーションデイリークイーンはアメリカ合衆国のアイスクリームソフトクリーム店1940年にイリノイ州で誕生した世界各国に店舗を展開しかつては日本にも進出していた楽農乳業を意味するデアリーの英語本来の発音はデイリーではなくデアリーが近い なお、デイリークイーンではない。主力商品は、ソフトクリーム、DQ ソフトである。濃厚なソフトクリームは、逆さにしても落ちない、ソフトが売りで、他店のソフトクリームのようにぐるぐる巻きに絞り出すのでは、なく、回さずに二段に絞り出すため、雪だるまのように丸みを帯びた外観になる。さらにソフトクリームを、高温カップに絞り出した後、従業員が、 高温カップ部分を持って逆さにし、厚く溶かしたチョコレートやキャラメルの容器に頭からつけてコーティングする。ソフトクリームの冷たさでコーティングは瞬時に固まり、パリパリとした食感を楽しめる。デイリークイーンではこれをチョコソフトキャラメルソフトとて販売している。日本ではマルベニが出資して1976年に日本法人を設立。 2004年までの33年間存在した。1号店は松屋銀座であった。その他、新宿駅東口などにも店舗があった。首都圏のみならず、全国各地に店舗を展開し、最盛期には約300店まで店舗網を広げたが、2004年までにすべて閉店して、日本から撤退した。日本から撤退したアメリカのファーストフード店では、ウェンディーズや、 ダンキンドーナツなどのように在日米軍基地内には店舗が残り販売されているものもあったが、デイリークイーンの商品は在日米軍基地内でも販売されていない。現在店舗展開している国、地域いずれも英語。ありがとうございます。